文字穴フレーバーは、日本の地方競馬、大井競馬、小林文町に所属する、競走馬。2018年2019年、勝島王冠。2019年大井記念。2021年、川崎マイラーズの勝ち馬である。馬主は、輸入食材店、カルディコーヒーファームの経営を手掛ける、キャメルコーヒーの代表取締役社長である、小田忍。 2016年北海道サマーセールにて1458万円で落札された。6月の新馬戦はゲート内で転倒し競争除外となるものの、10月に復帰すると重田健一を背に3連勝。デビュー戦の出林賞では、後に中央天入後新潟大賞典を優勝する、当選スーリアを2着に退けるなど、無敗のままに再シーズンを終えた。3歳。 シーズン初戦のクラシックトライアルを解消すると、南関クラシック3冠の1冠目羽田坂月に駒を進めるも4着に敗れ、初めての敗戦となった。続く2冠目、東京ダービーは上がり、最速の末足で追い込むも、勝馬と0.1秒差の4着に赤敗した。夏場を休養に当て、10月の3歳限定、準重勝で復帰。そこを、 危なげなく勝利すると、小馬との初対戦となった、勝島王冠では、前年の東京ダービーは東ウィルインを破り、重賞初制覇を飾った。その勢いで、東京大賞典に出走するも8着に終わった。5月の大い記念で指導すると、三馬新半差の完勝。続く6月の帝王賞では、JRA 勢と再び対決5着に検討した。秋シーズンは、 マイルチャンピオンシップ南部杯から始動初めて、大井競馬場以外での競馬となったが、GI はゴールドドリームに首差し迫る4着と、交流 GI で続けて掲示板に入り、難関最上位の実力を示した。続く地元大井での勝島王冠では先行する、のんこの夢を楽な手応えで差し切り、連覇を達成。前年に続いて、東京大賞展にも、出走。 南部杯で先着を許したゴールドドリームをかわし、3着となった。大井記念と勝島王冠の勝利が評価され、この年の TCK 大賞に選出された。中央競馬で行われるフェブラリーステークスに参戦、芝発想のスタートで大きく出遅れたものの直線では、鋭い末、足を見せ、地方勢では最先着の六着となった。3月には、 ゴドルフィンマイル出走のためドバイへ遠征したが新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い開催中止となり帰国を余儀なくされた帰国後は大い記念を視野に調整が進められていたが状態が整わなかったため回避帝王将へ直行したが13着に終わった秋は船橋のオープン特別から始動そこを解消すると前年に続き マイルチャンピオンシップ南部派へ出走。レースでは中段前目から進み、直線では先に抜け出したアルクトスとモズアスコットにわずかに遅れるも3着。レコード決着の中で前年同様 JRA の G1 ホース相手に構想を果たした。その後は前年同様、勝島王冠から東京大賞天のローテーションを選択したが、同レース3連覇に挑んだ。 勝島王冠では、道中行きたがり直線伸びきれず3着。続く、東京大賞天でも、ースタートから先行したものの9着に終わった。これについて、安城の重田は、はみは抜けていたし、折り合いもついていたが走りが悪かった。結果論だけど、2走前の南部杯の遠征の疲れが、抜けきっていなかったのかもと語った。3月の交流重症黒船賞から始動。 初めてのマイル未満の距離での競馬だったが、先行し、勝ち馬からは離されたものの三着となった。その後は、柏記念を目標に調整が進められたが、外傷を負い、万全の状態で出走させたいと出走を自重した。5月の川崎マイラーズで復帰。デビュー戦から手綱を取り続けた、重田健一が3月末で騎士を引退し、調教師へ転校したため、 このレースから真じ大輔に乗り代わりとなった。レースでは、スタートでつまずき後方からの競馬となったが、交渉面からポジションを上げ、直線では先行する馬を一気に差し切り、二馬身反差の完勝。重賞四勝目を飾った。以下の内容は NANKANKEIBA.com に基づく。ドバイ UAE ダービー、米国馬ダイス所有、お出し大きな挑戦。 スポニチアネックス、2020年2月4日閲覧。2016年度北海道サマーセールサラブレッド一歳ジャビスサーチ。2020年2月4日閲覧。大井記念、文字穴フレーバー鑑賞で、重賞2勝目。スポニチアネックス、2020年2月4日閲覧。勝島王冠、文字穴フレーバー楽勝。いざ対象展へ スポニチアネックス、2020年2月4日閲覧。東京大商店、文字穴フレーバー、渋や市3着。スポニチアネックス、2020年2月4日閲覧。フェブラリー S、文字穴フレーバー地方税で、最高6着。最後は、力のあるところを見せたスポーツ日本。2020年2月24日。2020年2月25日、閲覧。 文字穴フレーバー地方再選着6着フェブラリー S 日刊スポーツ2020年2月23日閲覧5ドルフィンマイル出発を前に文字穴フレーバーの福永里市長教師予定通りの調整をこなしていい状態寝時は2020年3月29日閲覧文字穴フレーバーの近況高橋花横の南関東競馬ブログ 2020年6月17日閲覧。南部杯、茂田、一瞬やったと、地方のオス文字穴フレーバーは3着。競馬のお話。2020年10月13日閲覧。東京大商店、昨年の3着場文字穴フレーバーは9着止まり。茂田健。走りが悪かった。スポーツ放置。2020年12月31日閲覧。馬たちの近況。 予定パート1。高橋花横の南関東競馬ブログ。2021年5月3日閲覧。川崎マイラーズ、出遅れなんの。文字穴フレーバーが、豪快雑誌切り。スポニチアネックス。2021年5月26日、閲覧。文字穴フレーバー競争場詳細データ。南関競馬。2020年2月4日閲覧。ありがとうございます。